今三四郎と僕は、こちらサンセバスチャンに来ています。どうですか、フィッシュ旅2という新しいフィッシュ旅が始まりました。今までは息子と二人で、フィッシュ旅していましたけれども、今度は三四郎という新しい息子と二人で、めっちゃ孤独でしょ、これが始まるわけです。新番組動物欧州横断日記、はい、やりましたね。三四郎も一緒に、このサンセバスチャンを旅しています。ここはスペインなんですよ。スペイン、はい、海に来ました。サンシー、サンシー、サンシー、おいで。はい、来ました。サンシー呼べば来る。サンシー、海、犬がたくさん、楽園、犬の楽園。ここもスペインもフランスと同じように、まあ浜辺によって禁止されてるところもあるんだけれどもね。はい、散歩は続きます。いっぱい並んでいて、これアンチョビのパンのやつ。これがなんか、なんだろう、あ、ハンバーガー、でハムが付き合って、エピファニーというんですけど、このスペインはそのカトリックのすごく今日はすごい子供たちがもう通りに出て、大変なお祭り騒ぎになってます。飴を投げてんだな、あれ飴。だからなんか日本にもほらね、これ投げられた飴キャッチしました。スーパーアマーラ、甘そう。